小暮君、君にはディフェンダーをお願いするわ。俺がディフェンダー？適任だと思うけど、不服かしら？別に地味だなと思って。じゃあどこがいいっていうの？こだわってないんで、ディフェンダーでいいです。ま、せいぜい怪我しないことですね。大丈夫、小暮君ならやれるよ。私信じてるから。あのさ、信じてるってそんな簡単に言うなよ。どうなんですかね、あの態度。ちょっと心配かな。小暮君はやればできるんです。みんな本当の小暮君を知らない。隠された力。ねえ、あんた本当に大丈夫なわけ？どう思う？俺は春菜の言うあいつを信じる。そんなこと言って実力には疑問を持ってるんだろ？まあな。実力のわからないやつが入るってのは意外性があって面白いかもよ。あいつサッカーどのぐらいできるでやんすかね？確か万有寺の補欠っすよね。宇宙人相手の試合なのにそんなやつに頼っていいんすか？小暮くん、楽しんでいこうよ。お前そればっかりだな。小暮、楽しんでいこうぜ。雷門中、ジェミニストームを打ち破った唯一のサッカーチーム、たったそれだけのことで我らに勝てると思うとは、我らイプシロンの戦士も随分と舐められたものよ。なんだよこいつら、本気で宇宙人に勝つ気なのかよ。信じられねえ。俺ここで何してんだ？翔くん、キックオフと行こうか。暴れ足りねえな。レーゼに勝ったなら少しは手応えあんじゃねえの？お手並み拝見と行きましょう。ぶっつぶす。命知らずってマギは大好き。聞け、雷門中、破壊されるべきは万有寺中にあらず、我らエイリア学園に歯向かい続けるお前たち、雷門イレブンと決まった。勝手に決めちゃってるよ。万有寺中は6分で片付けた。だがお前たちはジェミニストームを倒した。その実力を称え3分で決着とする。光栄に思うがよい。3分？だからなんで勝手に決めちゃうかな。ほんと腹立つな。私そういうの大嫌い。だったら僕たちも3分で片付けちゃおうよ。面白い。エイリア学園ファーストランクチーム、イプシロンの力、思い知るがいい。3分だなんて。それだけ私たちに対して本気なのよ。ええ、でも万有寺戦の6分間でイプシロンがどんな戦い方をするかはつかめたわ。ジェミニストームはスピードで押してくるチームだった。それに比べて万有寺中との試合で見せたイプシロンの戦いは、的確にフォワードを封じて相手の攻撃を削いでくる。万有寺が敗れたのは満足なプレーをさせてもらえなかったから。はい、お待たせいたしました。コクモ君、万有寺戦の時は来なかったのに。小生、雷門中の一員としてライモンの試合を余さずお伝えすることを信条としております。あしからず万有寺の皆さん。おう、どうぞお気遣いなく。それでは雷門中隊エイリア学園ファーストランクチームイプシロン、雷門イレブンの攻撃よりスタートです。小暮君動きませんね。戦闘開始。イプシロンが動いた。ソメオカにはクリフトとファドラが、フブキにはグローブとメトロンのマーク、二人の動きをガッチリと封じてしまった。やはりツートップを抑え込むことでこちらへのプレッシャーも狙っている。突っ込め風丸、いけー。風丸が一気に上がっていく。みんな早え。ケンビルとタイタンがタックル。飛んだ。バ
せ軌道へ。なんだよこいつら、マジで宇宙人と試合してる。ジェミニストーム戦の経験ちゃんと生かされてるわね。はい、敵の動きを見切ってますよ。だけど染岡君と吹雪君は完全に封じられているわ。イプシロンがジェミニストームごときと同じと思っているようで、貴様らの力そこが知れている。ドローン撃て、一寄せ死人間シュート一寄せ渾身のスピニングシュート、先制点となるか。ライモン、ほんま21秒でジャンプ打ち返せ。ラジャー、何バカな。ディフェンダーのモールとケイソンが見事打ち返した。ライモン先制点ならず。なんと今のカットはそのままシュートになった。恐るべきパワーだ。トーコ、亀山、神一発、財前亀山のダブルディフェンス、すっげえ。振り切るようにジャンプ。しかしスオームとメトロンもぴったりついている。吹雪、もらったぜ。なんと吹雪空中でスオームとメトロンの肩をステップにさらなるジャンプ。エターナルブリザード、いったー。はるか上空からの超ロングレンジシュート。エターナルブリザードゴールならず。イプシロンのキャプテンにしてキーパーデザームによってがっちりと止められてしまった。このたぎるような感覚、なんだエターナルブリザード、止めやがった。ありえねえ。敵ながらいいシュートを打つ、気に入ったぞ。褒めてくれてありがとうよ。お前たちは我らエイリア学園にとって大きな価値がある。残り2分20秒、存分に戦ってもらおう。カットするな。おい、おさあ、イプシロンの反撃が始まった。ジェミニストームとは違う。まるでライモンイレブンを嘲笑うように巧みに正確にパスをつないでいく。こくれ、お前も無理、絶対無理。ガニメでプラタイム。おっと、バニャマン、クソ、爆裂パンチ。開始より1分、残る2分さらに楽しませてもらおうか。接し点はエイリア学園イプシロン。ダメじゃん、ライモン、でかい口ばっか叩いて。やっぱ信じられねえよ。右足だけは天才的に。小暮くん、しっかりして、逃げてばっかりじゃダメよ。小暮くんって見えてるからこそ完璧にかわすことができるのかも。間もなく3分、我らは次の一撃をもってこのゲームを終了する。何？また決めてるし。聞け人間ども、我らは10日の後にもう一度勝負をしてやろう。10日？だがお前たちは勝負のその日まで果たして生き残っていられるかな。何？どういう意味だ？
いない。3分経ってる。小暮くん、すごい。偶然でしょ。いわゆるビギナーズラックですよ。偶然だけかしら。え、そうですよ。あれこそ小暮くんの実力なんだと思います。褒めすぎですよ、おとなしさん。まったく、ちょっと可愛いからって母性本能はくすぐられちゃったってやつですか。違いますよ。いいですか監督、どうかしたんですか。いいえ、なんでもないわ。やったね、小暮くん。え、お前、奴らのシュートをカットしたんだぜ。やっぱり、意外性があったね。ああ、結構やるもんだな。本当だよね、補欠にしとくのもったいないよ。ってことだ、お前、すごいぜ。そうさ、俺、すごいんだ。しししし、大したものだ、小暮。見事だったぞ。大丈夫ですか小暮。遅いんだよ。今頃俺がすごいって分かったのか。小暮くん、みんなあなたを褒めてるのに、その態度は何なの。お待ちなさい。監督。万有事中サッカー部の。はい。今までどちらに。この子たちが我が子を守るためにいかにするか、その決断もまた修練。勝つも負けるも人生の無駄にはならぬと何も言わずに見守っておりました。あなた方と共に戦った小暮とて同じことですじゃ。お嬢さん、小暮の心にあなたの言葉はきっと響くはず。今日のお心遣い、本当にありがたいことですじゃ。監督、小暮を仲間に入れなくてもいいんですか。俺もあいつは戦力になると思うんです。彼が自分の意思で私たちと行くことを望むのならね。賢明なご判断ですじゃ。ったく、しょうがねえやつだな。なあ、吹雪よ。どうした。僕、役に立たなかった。そんなこと言ったら、俺だって何にもできなかったんだ。こんなんじゃダメだ、完璧にならなきゃ。やっぱり、奴らと戦うにはもっとパワーが。見返してやれって言ったじゃん。小暮くんはちゃんとやってみせたじゃない。私が信じたことは間違いなかったって思ったよ。え、私も親いないから、裏切られたのか。ううん、お父さんもお母さんも事故で。じゃあ俺と全然違う。いいか、裏切られたってのは捨てられたってことだよ。大好きな人に裏切られた俺の気持ちなんかお前には分かんないよ。あれから俺決めたんだ、人が自分に言うことなんかまともに信じちゃダメだって。でも小暮くん、信じたいと思ってる。バカなわけねえよ。ごめんね、思い出させちゃって。じゃあ私行くね。私たちも宇宙人やっつけられるように頑張るから、小暮くんもレギュラーになれるように頑張って。あ、待ってくれよ。
こっちもサッカーできてよかったよ。うつまらないですね。完膚なきまでに叩き潰せばよかったもの。マキはライモンって嫌い。だが確かに強い。どんなに強い相手だろうと、倒せない敵などおりません。我らには勝つこと以上にもっと大きな使命がある。わかるな？わかります。そうだ、ジェミニストームが使い物にならなくなった今、我らの使命のためにライモン中にはまだまだ利用価値がある。しかし戦った時に感じたあの感覚、あれは何だったんだ。どうしたら勝てる？俺たちは奴らの力をまだ分かっていない。君たちすごいな。宇宙人とサッカーしてるなんてさ。見てたんだ。マユージの生徒？違うよ。違うけど見てた。そっか。もしかして俺たちのことを応援してくれてたのかな。まあね。俺木山ひろと。遠藤守る。ライモンイレブンのキャプテンだ。知ってるよ。フットボールフロンティアで優勝したんだよね。ああ。今日は負けちゃったけどさ。でも今日負けたことは無駄にはならない。この負けは次の勝利につながるから。いいな、そういうの。一緒にやろうぜ。え、ほらパス。おいおい、受けてくれよ。じゃあね。あれ、どこ行っちゃったんだろう。あいつ急にいなくなっちゃって。他に誰かいたの？誰もいなかったけど。え、変なの。幽霊でも見たとか？幽霊？いろいろご迷惑をおかけしました。我々のために戦ってくれたこと感謝しています。こちらこそいろいろありがとう。あの、小暮くんは？そういえば姿が見えませんね。あいつからうちのユニフォーム返してもらってないでやんすよ。まあいいわ、記念のプレゼントってことにしときましょう。万有事のこれからが思いやられますね。小暮に言っといてください、サッカー頑張れって。これからどちらに？ひとまずライモンに戻り、イプシロンとの再戦に向けて調整に入ります。ご分を、勝利を願っております。いやなんだかんだ言って小暮ってやつは面白かったよな。チームに入れなくてよかったのかな。いやいや、それでいいのです。あんなやつがいたら宇宙人に勝てるものも勝てなくなっちゃいますからね。シビアだな、メガネ君。あのお話し中のところすみませんが。なんだい？マジかよ。ええー